こんにちは、大橋です。それでは今日のレッスンを始めていきましょう。本日のテーマは、マルチレベルクラシフィケーションです。一番最初に僕たちは、37種類の犬種猫種を分類するという、課題を、題材に、行動実行するだけで、10年前はおろか5年前であったとしても、ステートオブザアート、世界最先端と言えるような結果が、簡単に実現できるんだということを学びました。で、前回は、最も簡単な最もシンプルなモデルを題材に、ディープラーニングってそもそもどういうふうに学習をしていくものなのか、グレーディエントディセントという、ものの、理屈について多少学びました。で、本日からはまた4回ぐらいをかけて、行動を実行していくことによって実現できる、ユースケース、これを一つ一つ見ていきたいと思っています。その上で、ところどころ出てくる、テクニックであったりコンセプトについて、用語について、理論的なものも含めて解説を、していきたいと思っています。で、早速今日のチュートリアルに入っていきたいと思うんですが、その前に、37種類の犬種猫種の、チュートリアル、あれを、テンプレートとして使って、データを変えるだけで、データをご自身の自分のデータに変えるだけで、こんな面白いことができるんだっていう、事例がありましたのでご紹介しておきたいなと思っています。それはですね、これ本家のジェレミー・フォワードのやつでも、紹介されていて面白いので、ちょっと、そのまま流しちゃおうかなというふうに思っています。基本的には、画像を、入力として、エモーション、感情をアウトプットとした、モデルをトレーニング学習しています。怒ってる顔とか、笑ってる顔とか驚いてる顔とかっていうのを、認識できるようなモデルを学習していると。で、この方、ジェレミー・フォワードの初期の本家の、授業の、生徒さんの一人なんですけど、彼は多分ウェブのエンジニアとしてなかなか優秀だったからだと思うんですけども、サクサクっと、リアルタイムに、画像を取り込んで、リアルタイムに、感情を返す、それをしかも面白く、表現する、見せるというようなウェブサイトを作ってくれています。これも、すごく参考になるんで、ちょっと見てみましょう。面白いですよね。こんなことをやってくれていました。で、ということで本日のテーマに入っていきましょう。本日のチュートリアルはレッスン3、プラネット .ipynb です。で、課題となっているのは、表題にもありました通りマルチレーボー、正解が一つではない、データセットに対しての、モデルの学習です。一つではないってどういうことかというと、37種類の犬種猫種であれば、正解は一つですよね。柴犬であれば三毛猫であるということはないと、柴犬でもあり三毛猫でもあるということは、ないわけです。ですが、例えば、柴犬でもあり、なおかつ犬でもあるということは、あり得るわけで、そういう正解が2つある、ような、問題の、学習の仕方を、今回事例に、解説を進めたいなと思っています。まずいつも通り Jupyter Notebooks を開いてみましょうと。ご自身のサーバーで、Jupyter Notebooks を立ち上げてももちろん結構ですし、Google のコラボや、他のサービスを、その他の、ウェブのサービス上で、実行していただいてももちろん問題はありません。で、これ最初の3行なんですけど、これはもうおまじないですね。Jupyter Notebooks で、実行する際に、必ずやるおまじないというふうに思ってください。画像をどこに表示するのか、あるいは、
読み込んでいるライブラリーが更新されたときに、まあ、再読み込みを自動でする、まあ、そんなようなおまじないになっています。で、次にファースト AI の、ライブラリーを読み込みます。ここで、まあ、ソフトウェアエンジニアリングが長い方は、まあ、アスタリスクで読み込んじゃうのにすごい抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。でも、まあ、ジェレミー・フォワードによれば、まあ、研究アカデミックな世界ではアスタリスクで読み込んじゃうのは結構普通らしいので、まあ、今回はその、やり方を踏襲します。まあ、いずれにせよ、ね、今回目的は勉強なので、まあ、何でもいいかなと思っています。まあ、fromfirstai.visionimport、まあ、アスタリスクで、ファースト AI のビジョン系画像処理系のライブラリを読み込みます。で、ディープラーニングはまあ前回も話しましたけど、基本的にはまあデータがあってそれを学習するっていう、まあデータと学習、データを、アーキテクチャに、食わせて、学習させるというものなので、まず一番最初に大事なのはまあデータなんですよね。でどんなデータがあるのかを見ていきましょうということなんですが、その前にまあデータってそもそもどういうところにあるのかというのをちょっと考えてみたいなと思っています。ね、これどういうことかというと、まあ、ディープラーニングはデータがないと、まあ、そもそも実行も何もないんですよね。まあ、例えば勉強したいって思っても、勉強するためにもまあデータが必要であると。で、皆さん、まあ、僕もそうですけど、まあ、データ持ってないじゃないですか。まあ、会社に働いていれば会社のデータはあるかもしれない。でも、自由に使っていいわけではないと。で、ご自身の自分のデータっていうのはなかなかないと。じゃあどういうデータを使って勉強をしていくのかという話なんですが、結論から言うと2種類ありますと。1種類目は、アカデミックなデータセット。まあ、前回の37種類の研修猫種のデータセットは、オックスフォード大学が提供してくれているわけなんですが、1つ目は、まあ、オックスフォード大学のような、大学あるいは研究機関が提供してくれるデータです。で、もう1個、まあ、重要な、まあ、データを、まあ、学習用にすごくいいデータを提供してくれている先があって、これはカグルというウェブサイトになります。カグルというウェブサイトはですね、まあ、どういうウェブサイトなのかというと、まあ、データサイエンティスト向けのコンペティションのサイトです。データエンジニア向けのコンペティションのサイトって何ですかというと、まず、まあ、2ウェイのマーケットプレイスになっていて、まず最初に、研究をしたい、実験をしたい企業が、懸賞金とデータセットと、まあ、メトリック、ルールを提供しますと。で、一方でデータのエンジニア、まあ、データサイエンティストが、まあ、ジョインして、まあ、企業が出したデータを使って、まあ、機械学習、マシンラーニング、深層学習、ディープラーニングなどを使って、まあ、モデルを、作成しますと。で、そのモデルで、テストデータを推論、まあ、予想してみて、予想結果をサブミットしますと。で、まあ、もちろん複数のエンジニアがサブミットして、まあ、それが競争になってるんですよね。で、1位になった人が懸賞金をもらえるという、まあ、データサイエンティスト向けのコンペティションのサイトになっています。で、このカグルなんですけど、もともと僕の講義の元ネタであるファースト AI の創業者であるジェレミー・フォワードが創業していますと。まあ、今Google に買収されているんですけど、もともとはジェレミー・フォワードが作ったウェブサイトということになっています。で、いずれにせよカグルが、結構まあ、いろんな企業がカグル上にデータセットを置いているので、勉強用のデータセット、まあ、多くのデータセットがまあカグルにあると。なので、まあ、自分でちょっと、まあ、データを使って遊んでみたいなんていう場合はカグルに登録して、でこんなデータないかなとかって検索するといろんなデータが出てくるので、その中でご自身が興味のあるデータセットをダウンロードして遊んでみると、まあ、いいのかなというふうに思っています。まあ、今回は、そのカグルからデータをダウンロードするということになります。で、そのためにはまず最初に、カグルという Python のライブラリを、
インストールします。まあ、これ、まあ、びっくりマークつけると、まあ、シェルスクリプトがそのまま実行できるので、まあ、単にこれはあの pip install kaggle っていうのを実行しているのと何ら変わりはありません。で、実行されましたと。で、次なんですけど、コマンドラインで、まあ、データセットを落とすためには、ドットカグルという、まあ、自分のホームディレクトリーのスラッシュドットカグルというディレクトリーに、まあ、カグルドット JSON という、まあ、認証用のトークンがないと、いけないんですよね。で、こいつをまずはダウンロードして、まあ、自分のサーバーもしくは、まあ、Google のコラボのなどに、配置する必要があります。で、どうやるかというと、まあ、カグルにサインアップしてログインすると、まあ、こんな感じで画面が出てくるんですよね。で、自分のアイコンをクリックすると、まあ、自分のアカウントのページに飛ぶと。で、その中に、まあ、この3つマークで More っていうのがあって、アカウントっていうのを見ると、まあ、API っていうのが出てくると。で、ここの Create New Token っていうのをやると、Kaggle.json がダウンロードできます。で、ダウンロードした JSON は自分のホームディレクトリの、スラッシュドット Kaggle の上に、配置すると。これが必要ですと。まあ、僕はすでに配置しているので、まあ、LS で見るとあるよということになります。で、ない場合は、まあ、最初はまあ、ディレクトリを作るところから始まると。で、ディレクトリを作ったら、所定のパス。まあ、今回、まあ、ホームディレクトリで .firstAI データプラネットというディレクトリに、まあ、データセットを配置しますので、そこを一応、まあ、セットして、ああ、そうだ、これお伝えしておかないといけないかなと思うんですけど、最近、カグルのセキュリティが厳しくなっていて、うまいことだんだん、なんか取りにくくなってるんですよね。で、まずその最初として、kaggle.json のパーミッションが600じゃないと、まあ、ダメですよということで、モードをまあ変更しますと。で、その後で、一応このコードを実行するとデータが取れることになっています。が、取れないと。これちょっと困っちゃったこと、困ったことなんですけど、どうも、カグル、まあ、ファースト AI の、フォーラム、まあ、ファースト AI には、まあ、フォーラムっていうのが一応ついてて、まあ、ジェレミー・フォワードの本家のビデオを見た人が、まあ、質問を、まあ、したり、他のメンバーが答えたりとかできるような、まあ、プラットフォームが用意されているんですけど、まあ、用意されているんですけど、そこでもやっぱりこう、取れないという人が多いと。で、ある人は、なんかクッキーの設定がちゃんとされてないとダメで、なんかクッキーうまくいじくるようなライブラリーもインストールするといけるみたいなことを書いてる人がいます。ただ、手こずるようなら実際に、手こずるようなら、コマンドラインではなくて、普通にウェブサイトからデータをダウンロードすることもできるので、まあ、そうしちゃった方が早いかなと思っています。その方法は、まずログインしますよね。そしたら、ログインしたら、プラネットアンダースタンディングザアマゾンフロムスペースっていうのを、まあ、検索すると。そうすると、まあ、今日必要なデータセットのページが出てくると。で、飛ぶと、3年前にあって、まあ、938チームが参加して、懸賞金は600万円ちょっとであるということがわかります。まあ、それは置いといて、データというところに行くと、ここにデータセットがあって、このダウンロードをやると、まあ、ダウンロードができると。で、ダウンロードしてほしいのは、トレインアンダースコア JPEG.tar っていうやつと、トレインアンダースコア V2.csv の2つです。で、これをまあダウンロードをクリックしてダウンロードしたら、ちょっと面倒なんですけど、自分の、
データのディレクトリ、まあ、このあのここで指定した、ホームディレクトリスラッシュドットファースト AI、データプラネットというやつなんですけど、ここに置くと、ダウンロードするとこのトレイン -jpeg.tar.7z とトレイン _v2csv.zip が、ダウンロードできるので、これを、ね、ここに配置すると、まあ、あの何らかの方法で FTP とか、まあ、何らかの方法で配置すると。で配置したら、まあ、ZIP は UNZIP で回答してもらって、 7Z はここに書いてある、まあ、ちょっとマニアックなソフトウェアを使って、回答してもらうと。そうすると、まあ、今ここにあるように、ディレクトリ内に、まあ、あのこのトレイン -jpeg とトレイン _v2csv ができますと。でこれでダウンロードは一応できたかなという状況になっています。で、まあ、データを次見ていくことになるんですが、今回あの、まあ、トレイン _v2 というのにデータのまとめが入っていて、それを見てみましょうと。 pd.readcsv というのをやると、Python に慣れている方はこの pd、まあ、pandas っていうやつでデータフレームっていう、型の、まあ、オブジェクトになるんですが、それには慣れていると思うんですけど、まあ、Python を普段使わない人は何ですかこれっていうものなんですよね。pandas っていうソフトウェアはあの、まあ、CSV 形式のものをサクッと読み込んだ後に、なんかこうメモリの上だけで動くデータベースみたいな感じで、リレーショナルデータベースみたいな感じで使えるようにしてくれる、まあ、ソフトウェアです。で、まあ、いわゆる Python のデータエンジニアはみんな使うツールの一つです。まあ、分かりにくかったら、まあ、CSV 読み込むツールと思って言ってもらえればいいかなと。まあ、リード CSV で CSV を読み込んでヘッドとやると、まあ、最初の何行かが出てくると。1行目が、まあ、ファイル名、イメージネームというのが入っていて、2行目に、まあ、タグが入っていると。まあ、クリア、プライマリーとかヘイズとかが入っていますと。で、でも一応読み込みましたと。で、今度はこれをまあデータセット化しますと。後でまあちょっと解説しますけど、まあ、get transforms っていうので、なんかこう、ゴニョゴニョゴニョっとオブジェクトを作って、イメージリストは、ファースト AI のライブラリーの一つのクラスです。クラスの一つです。で、from CSV っていうコマンドでパスを指定してるんですよね。で、パスってこれ何だったっけって思うと、まあ、データセット配置したこの、ドットファースト AI データプラネットっていう、まあ、あのパスです。でそこで、このパスのこの CSV を指定してるんで、この、まあ、CS from CSV だからこの CSV を指定してるんですね。トレインアンダースコア V2CSV を指定して、その中の、フォルダーで、まあ、ファイル名が記載されているので、じゃあそのファイル名はどこにあるのかっていうと、このトレイン _ JPEG っていうフォルダーの中にあって、で、拡張子は JPEG ですっていうのを一応指定していると。で、データを指定している。で、データを指定したら、スプリットバイランドピクトっていうので、まあ、データを分割しています。トレーニングに使うものと、まあ、評価用、バリデーション用に分けていると。これなんで分けるのかというと、ディープラーニングって、まあ、学習データでその、まあ、学習を行う、まあ、パターンを、覚えさせるわけなんですけど、学習データに対してどれだけ、まあ、正しく推論できるようになったかっていうのは、まあ、どうでもいいわけですよね、まあ、極論を言うと。なぜかというと、僕たちは何のためにディープラーニングのエンジン、まあ、AI のモデルをトレーニングするのかというと、今存在しない未来のユーザーからのアクションというか、アクションだったり未来のデータに対して、正しく推論できるようにしたいということなので、持ってるデータの全部を使って学習をしちゃうと、そのデータが本当に未来の知らないデータに対して正しく推論できるかどうかが分かんなくなっちゃうんですよね。なんで、必ず学習をするときは、
まあ、今 0.2 となっているのは 80% のデータで学習を行って、残りの2割は学習中には使わないで取っておくということを意味しています。これはあの、学習が終わった後にこの学習に使わなかった2割のデータで、まあ、評価を行って、こう いい感じにトレーニングされているのかダメなのかを評価するということになります。でその次の行で、まあ、ドットラベルフロム DF ってなってるんですけど、まあ、データフレームという形式で、これねちょっと分かりにくいんですけどね、もうあのソースコードを見てみれば分かるんですけど、まあ、あの1行目がまあ、インプットデータで2行目がアウトプットデータの正解、まあ、ラベルですっていうことがもう決まってるんですよね。でそこの正解データをさらに、まあ、このラベルアンダースコアデリムっていうオプションが、まあ、引数があると、まあ、あのこれで分割して、複数の正解がある、まあ、データセットとして、まあ、整形してくれると。で終わったら、まあ、トランスフォーム、まあ、さっきゴニョゴニョって言ったものを、まあ、ここに追加して、まあ、いろんなことをやりつつ、要は画像のサイズを 128×128 の正方形に、まあ、変形していると。でデータバンチっていうので、まあ、バッチにして最後ノーマライズ、これも後で説明しますけど、まあ、ノーマライズっていうのを行うよということを言っています。で、ちょっとねデータに関しては今日ここで若干細かく解説したいなと思っているんですけど、 Python の、PyTorch のデータセットって、まあ、どういうものである必要があるのかということなんですよね。ですね、データですね、 Python のデータセットっていうのは、まあ、どういうものであるべきかということなんですけど、まず基本が、まあ、こんな感じなんですね、まあ、こんな感じじゃ分かんないけど、 get item っていう、まあ、ダンダーメソッド、まあ、このアンダースコア2つから始まるものがダンダーメソッドというらしいんですけど、まあ、この特殊メソッドであるゲットアイテムと連がないといけないと。で、ゲットアイテムと連があるとどういうことかっていうと、例えば、今、よいしょ、例えば今、マイデータセットっていうクラスを、まあ、こう定義していますと。入ってきたときにリスト1できたものを、まあ、リスト1で保存して、そのインデックス番号を返す、レンはまあ全体の長さを返すっていうようにしておきました。で、まあ、データベースは例えば、まあ、123451234566個のデータを持つリストが今回のテストの、学習に使うデータセットだとします。でそれを入れてオブジェクトを作ると、このゲットアイテムで指定したもゲットアイテムっていうダンダーメソッドがあるとこういう書き方ができると。1で、まあ、3だし、まあ、2だと5が出るっていうような、まあ、そういう使い方ができると。で Python の、PyTorch は、まあ、PyTorch の、まあ、データ処理の中では、基本のデータセットは必ずこういうふうにアクセスされるので、このゲットアイテムが実装されている必要がありますよと。もう一個はあの全体の長さを把握する必要があって、まあ、このアンダースコア2つでレンがあると、このレンマイデータセットっていうふうに、いろんなことが実行できるようになっているので、この2つを実行しておかないといけないっていうのが一応ルールになっています。でそいつの、ルールに基づいて、まあ、あのデータセットのインデックス番号をやると、この、インデックス0ならここだし、1ならここだし、2ならここっていうのが返せるよっていうデータセット型で、len っていうのをやると、この数が、この図だったらまあ9個ですけど、9が返ってくるとかっていう、まあ、そういうものが返せるっていうのが、まあ一番の、部品の、細かな部品としての、まあ、データセットです。で、PyTorch は、まあ、PyTorch に限らずですけど、ディープラーニングはデータがものすごい数のデータを扱うので、当然メモリの限界もあって、その全てを一発で扱うことができません。
なので、バッチサイズとして、まあ、64個ずつとか128個ずつとか32個ずつとかっていうのを決めて、その数ずつ処理をします。でその数ずつ、切り出して処理をしやすいように、整形してくれるのが、まあ、データローダーというクラスになっています。まあ、イメージとしては、まあ、データローダーで、まあ、データセットを中に入れると、まあ、こんな風にしてくれるというようなものになっています。でこのデータローダーを、まあ、ディープラーニングのモデルに食わせていくということに、なりますと。で、まあ、ここまでちょっとすごく分かりにくい、まあ、慣れるまではちょっと分かりにくい概念なので、もうちょっとハイレベルでざっくりと、まあ、データ処理って何をするんですかっていうことを、ご紹介しておきますと。まあ、ざっくり言うとこの4つのステップです。ステップ1はインプットデータの場所を指定します。まあ、パスであったり CSV ファイルであったりで、場所を指定すると。で2つ目はトレーニング用と評価用に分けます。まあ、ランダムに 20% を評価用で 80% をトレーニング用とかに分けたり、あるいはディレクトリでトレーニング用のデータはこのディレクトリに入ってますよとか、評価用のデータはこっちのディレクトリに入ってますよとかっていうのでディレクトリで分ける場合もありますが、いずれにせよ、トレーニング用と評価用に分けます。でその次がラベルの指定です。この特定のデータの正解、まあ、ラベルは何ですかというのを、何らかの方法で指定します。で最後に先ほどちょっとお話しましたけど、まあ、バッチごとに処理できるように、まあ、バッチ化しますと。この、4つのプロセスが、まあ、データ処理といって、いいでしょうと。インプットデータの場所を指定して、まあ、トレーニング用とバリデーション用に分割すると。そしてラベルを指定する。で最後に、まあ、バッチ化するというような流れです。で、まあ、さっきのおさらいになっちゃうんですけど、具体的なコマンドとしては、まあ、例えば from CSV とかっていうのを使って CSV ファイルに、まあ、ファイル名が記載されているんですよとかっていうことで、まあ、データの場所をここから指定しますと。で、スプリットバイランドピクトとかっていうコマンドを使って、関数を使って、まあ、トレーニング用と評価用にデータを分割します。でラベルはラベルフロムデータフレームで、まあ、CSV 読み込んでいるんでそこから来ているよ。で、1個じゃないっていうのはこのラベルアンダースコアデリムっていうので複数の正解があるんですよっていうことを教えてあげるというようなことをしています。で4つ目、これオプションっちゃオプションなんですけど、データに手を加えるということをやっています。それがこの、トランスフォームです。まあ、トランスフォームっていうのはまず最初に、まあ、サイズが指定されていて、画像処理、まあまあ、ディープラーニングは同じ形のものを同時に、行列演算するんであればすごく早いんですけど、まあ、そのためにはデータの形が揃っている必要があって、画像であれば全て同じサイズになっている必要があります。なので、まあ学習をするときには全てのデータセットを同じサイズに、まあ、変形する必要があって、ここで今回その指定をしています。でそれ以外にここに TFMS という関数があるんですが、これは何をしているかというと、タブとシフト同時に押すと、まあ、シグニチャーが見れるんですが、まあ、いろいろオプションがあるんですよね。要は画像を変形するオプションを指定できるようになっています。例えばこの Do Flip っていうのは左右反転です。まあ、デフォルトで True になっているので、左右反転が True になっています。とか、フリップバーとはデフォルトが False で今回 True にしてますけど、上下反転です。あとは10度傾けるとか、ちょっと拡大する、明るさを調整するとかっていう、いろんなことが入ってるんですよね。で、これは何をしてるかというと、この、src.transform にこのパラメー、このファンクションを、まあ、設定しておくと、ディープラーニングで実際に学習をするときって、一番最初にまあデータセット、まあ5万件ある、例えば5000件あるとしましょう。で、そいつをランダムに並び替えます。で、ランダムに並び替えた後に、5000件を全部いっぺんに使うことはできないので、
例えばバッチサイズが64だったら64個ずつ取り出すようにしますと。で64個取り出して、いざこの64個で、グレーデントディッセント、学習を行いましょうという、その直前に、画像にちょっとした工夫をします。その工夫が例えば左右反転であったり上下反転であったり、ちょっと拡大したり、ちょっと明るさを変えたりということをします。これによって、実際には5000枚しかデータセットがないのに毎回投入するときにちょっとずつ違うと。当たり前ですが、上下反転した画像とオリジナルの画像は違う画像なので、上下反転していても曇りは曇りですし、上下反転していなくても曇りは曇りなので、5000枚しかないにもかかわらず、実際にはその何倍も多くの、データセットでトレーニングしたような効果が得られるということになります。このテクニックは、データアーグメンテーションというんですけど、データをその都度ちょっといじくって、ディープラーニングのモデルに投入する。これによって実際に持っているデータの数以上の、実際に持っているデータ量と比べると、その何倍も多くのデータでトレーニングしたのと同じぐらい、一般化されたいいモデルがトレーニングできるというものに、なります。でそれがあると、データバンチって書いてあるんですけど、バッチ化の処理ですね。で最後に、ノーマライズというのをやっています。ノーマライズって何ですかというと、ディープラーニングが学習しやすいように数字を、マイナス1から0の、間ぐらいの数字に変換することです。画像だと、例えば画像ですと各ピクセル、RGB で赤、グリーン、ブルーと、それぞれ0から255の数字が入っているわけです。ただ255とかっていう数字はディープラーニングとしては極めて大きな数字で、うまく学習が進まなくなっちゃうんですよね。その理由は後ほど、説明できたらいいなと思うんですけど、学習を正しく、うまいことを進めるためには、その数字をマイナス1から1ぐらいの間に丸めたいという欲求が、マイナス1から1は要望レベルなんですけど、いずれにせよ小さな数字にまとめたいと。でその変換をしないといけないんですけど、この変換のことを、ノーマライズというふうに呼んでいます。で、ノーマライズの方法は、必ずしも1位ではないかもしれないんですけど、必ずしも一通りだけではないかもしれないんですけど、よくやられているノーマライズは、最初に平均を計算して、次に分散、分散っていうのは平均とどれだけ離れているかっていう指標なんですけど、こいつを計算して、データから平均を引いて、分散で割るというようなことで、ノーマライズを行うというのが、一般的です。でこの方法だとマイナス1から1の間には、必ずしも入らないんですけど、ジェレミー・ホワードによると、マイナス1から1の間ぐらいに散らばって、なおかつ平均が0で分散が1になるようなノーマライズができると、それが一番、ディープラーニング的にはベストであるということが、経験的に分かっているというふうに、おっしゃっていました。いずれにせよ、ノーマライズで、5、128、200とかをマイナス 0.9、0.1、0.8 とかに変えないといけないということです。で、算数がね、学生時代苦手だったっていう方は、もうこの時点でああとなってしまう、可能性もあるかなと思うんですけど、実際にはそんなに難しいことではないです。ミーンは平均を取るんですけど、もうミーンという関数を叩けば一発です。STDDIV、分散は、こんな、数式なんですけど、STD という、ファンクションメソッドを実行すれば一発です。でノーマライズも、それを組み合わせて別に全く難しくない関数、自分で書いてもこの程度ですし、ファースト AI なんかのライブラリだと、もうノーマライズっていう、コマンドが用意されています。なので、
コンセプトは分かっている必要がありますが、この数式のこのシグマが出てわーっとかって思う人もいるかもしれないけど、コードで見ると実は何のことはないすごく簡単なものだというふうにいうことをちょっと分かってもらえるといいかなと思っています。で、いずれにせよ、まあデータを取ってきて、まあデータを、まあ、一通り処理が終わると、まあ、この小バッチっていうのはファースト AI のライブラリだからできることなんですけど、結構きれいに、まあ、データを確認できると、まあ、Dear とかプライマリーとかっていうタグがついています、アグリカルチャー、まあ、農業地帯ですよっていうタグがついてたりとか、まあ、そういうことが分かりますと。で、これでまあデータの処理としては OK ですね。で、アーキテクチャ、まあ、前回というか、まあ、37種類の犬種猫種の時はモデルズの中で、まあ、レズネット34というのを使ったんですけど、今回は、それよりもよりディープな50層レイヤーのあるレズネット50を使います、アーキテクチャにと。で、まあ、学習用のオブジェクト、まあ、を LARN という名前で、まあ、CNN ラーナーという、関数を使って作ります。でデータ、まあ、トレーニングにはデータとアーキテクチャが必要ですと。でデータに関しては先ほどやったデータを、まあ、ぶっ込んでいると。ちなみにまあ、データの、クラッシーズとかだと、クラスの数はアグリカルチャー、まあこのぐらいのタグがついていると、全部で、データ C で17個のタグがまあついている、まあそういうデータであると。でさらにデータだけを見ると、まあ、トレーニングデータは 32,384 件ありますよということが分かると。で、まあ、バリデーションも8,095件に今なってますよということが分かりますね。で、まあ、データはいずれにせよそのデータを入れて、アーキテクチャにはレズネット50をセットしていると。で、メトリックというのに、ACC02 と F スコアという2つを入れています。ACC02 はパーシャルで、アキュラシースレッシュでスレッシュに 0.2 を入れていると。で、F スコアはパーシャルで F ベータに F スレッシュ 0.2 を入れているということが分かります。で、このパーシャルって何ですかっていうことなんですが、パーシャルは JavaScript とかを使っているとあんまりお目にかかるケースがないものなんですが、新しい関数を作る関数です。で、どういうことかというと、もともとアキュラシースレッシュっていう関数があるんですよね。で、アキュラシースレッシュはインプットデータと、まあ、ターゲット、まあ、正解データを、まあ、インプットというかこう、推論結果と正解を入れて、まあ、スレッショールドが 0.2 以上っていうのを入れると、まあアキュラシーが返ってくるっていう関数なんですけど、この 0.2 をもう事前に固定にした関数を返すというのがこの、この、まあ、この関数だと0.2 をまあ固定にしたものを固定にした関数を返してるんですけど、それと全く同じことをやってるのがこのパーシャルです。で、まあ、ディープラーニングに限らずなのかもしれないんですが、 Python の人ってこう何でもかんでも1行でできるだけこう片付けたいというのがあって、まあ僕なんかはなんかこう一個一個行がずれてる方が見やすいような気はするんですけど、まあ簡単に書けるので、まあパーシャルが人気ですよと。で、ちなみにアキュラシースレッシュってなんだろうということなんですが、例えばアキュラシースレッシュは、Y プレディクションでシグモイドっていうのがあって、
ここで Y プレディクションが、スレッショールドよりも大きければまあ1、まあ、正解っていうことにして、それがどれだけあるかっていうののアキュラシーを出していると。でこれはあのまあ何をやってんのかというと、バイナリーの正解データの場合は、例えばなんですけど、正解が1個だけじゃないですよね。例えば正解がちょっと分かりにくいかもしれないけど、どうしようかな。例えばこれだと、まあ3つだけでやるんだったら、アグリカルチャーとクリア、例えばまあ、クリアでまあワーダーとかがありましたと。で犬種猫種だったら、まあ、0.8、まあ、0.1、0.1 とかで、まあ、全部足したら1になるっていうことになってるんで、一番大きいものが、まあ、100、一番大きいものが100になって、まあ、正解が10。まあ猫種犬種だったら、まあちょっと待ってね、柴犬、ハスキー、三毛猫とかですよね。で一番やつだと、インデックス0で、正解が、インデックス0だったら OK みたいな、こう、アキュラシーの取り方になってるんですよね。それが、まあ、タグの場合は、アグリカルチャーで、クリアが、0.02 で、ワーターの確率が 0.6 とか、そういう風な感じで出てくるんですよね。でそしたらどうするかというと、各項目をこのスレッショールドの 0.2 以上かどうかで見て、まあ、0.2 以上の場合はまあ true と、で 0.2 以下の場合は false と、で 0.6 は 0.2 大きいから、0.2 より大きいから1と。でこれと、まあ、正解が、これと正解が、101と合ってたら、OK みたいな、そんなような言い方をしてるんですよね。でまあまあ、アキュラシースレッショールドはこの、もともと、犬種猫種は一つのアウトプットで一個の正解を評価してるんですけど、アキュラシースレッシュの場合は、まあ、バイナリータグの場合はそれぞれに対して正解か間違ってるか、正解か間違ってるか、正解か間違ってるかっていうのを評価していると。で、その正解か間違ってるの、基準として 0.2 以上を指定した場合は、イエスというふうに、まあ、予想したというふうに見なしているというような、まあ、基準値ということになっています。でこの F スコアなんですけど、この F ベータもソースコードを見ると、まあ、ここに出てるんですけど、これ何なのかっていうことですよね。何なのかっていうと、 F ベータはここの、まあ、評価の基準なんですよ。まあ、このコンペティションは F ベータという、スコアに基づいて一番良かった人がこのスコア F スコア
が良かった人が、まあ、600万円もらえるとかっていう、まあ、ちょっと僕は何位までもらえるのかとか細かいこと分かってないですけど、このスコアが良かった人が賞金をもらえるというような仕組みになっていて、その F ベータを一応見たいので、そいつがここで出てると。で、このまあ F ベータにスウェッシュ 0.2 ってやったやつが一応このコンペティションで使われている指標と同じであるということです。アークがで、よいしょっと、で LR ファインドっていうのをやると、まあどのぐらいの、歩幅で学習を進めていくのかという、まあ LR はラーニングレートの略なんですけど、こいつの最適解を提案してくれると。一番、まあ、ジェレミー曰く一番こう急角度で落ちているところがいいだろうと。これだとまあ 0.01 になってるけど、まあ、0.05 ぐらいかな。まあでも、彼は一応 0.01 というふうにしていると。で、フィット1サイクル5でトレーニングを行います。ちょっとまあトレーニング中に、せっかくなんでこのコンペティションのデータを見てみましょうと。どういうデータなのかというと、まあ、アマゾンの、衛星写真、航空写真だということが分かると。で、それぞれ、まあ、水が流れてるよとか、まあ、曇ってるとかっていうのがタグ付けされていると。で、これを、まあ、どのくらい正確に当てられるかというのが、コンペティションになっています。で、リーダーボード、これ、チームでも参加できるんですけど、まあ、一番いい人は、まあ F スコアというのが、まあ、0.933 とかが1位になってますね。で、この、あれ、これチームで参加してるからこうなってんのかな。まあ、ファースト AI のチーム、これジェレミーですね。もうまあ22位。につけていると。ぶっちゃけ938チームが参戦して、トップ10に入ったら相当実力があると言っていいので、まあ、20何位は半端ないですけどね。でやると、まあ2エポク回ったところでアキュラシー、まあ正答率が 94.何% で F ベータのスコアが 0.91 というところに、まあところまで来ていると。ということで学習が無事に終了しました。まあ、1エポックあたりの、まあ、所要時間が48秒と。で、それを5エポック回しています。で、全データは確か32,384 件のトレーニングデータを、まあ、5回回して、F ベータの値が 92.4 と。で、92.4 っていうのがどのくらいの数字かというと、92.4。まあ、239位ぐらいとなっています。で、今後ファインチューニングと呼ばれるテクニックについては何度も解説しますが、まあ、ファインチューニングってどういう方法なのかというと、まず最初にここでは今回レズネット50を、使っていますけど、レズネット50のアーキテクチャに、イメージネットと呼ばれる150万件の、まあ、約150万件の、画像データをもとに、まあ、1000個のクラスを分類する、そういう問題ですでに最適化、学習が済んでいる、まあ、パラメーターもセットで、ロードしていますと。で、最初は、まあ、フリーズして、まあ、業界用語でフリーズして、トレーニングを行います。そのフリーズしてトレーニングを行うっていうのは何なのかというと、レズネット50があって、
でももともとは、1000個のクラスを分類するために、まあ、あのトレーニングされてるんですよね。で、今回は、まあ、データ C とかをやれば分かるように17個のクラスに分類するってことをやっていて、まあ、違うんですよね。で、違う部分だけをトレーニングするのが最初の、フリーズしてトレーニングするという、フリーズしてトレーニングするといった時のに行われていることは違う部分だけをトレーニングしているということです。で、テクニックとしてはアンフリーズというのを行って、そうすると大元のやつも含めて全体を、トレーニングできるようにしますと。で、アンフリーズして元々の設定していたラーニングレートよりも、まあ、その10分の1もしくは100分の1ぐらいで、まあ、スライスなんで入力データに近いところは100分の1ぐらいの大きさのラーニングレートで、アウトプットに近いところは5, でまあ、5分の1ぐらいのラーニングレート、いずれにせよ小さなラーニングレートで再トレーニングを行うと。そうすると、今回 90.929 ぐらいまで来ましたと。で、 0.929 ってどのぐらいかというと、まあ、あの96番目ぐらいということで、なかなか立派な数字と言わざるを得ないと。もちろんあのこれ3年前に終わっているコンペティションですし、今の、この3年の間に、まあ誰かが思いついた革新的なテクニックとかを使うと、さらにもうちょっといい結果が出ることはあります。でも、なかなか立派な数字が出ているのかなというふうに思います。で、これをさらに性能を上げるためのテクニックがあって、それはまあいろいろあるんでしょうけど、その中の一つは画像のサイズを大きくすることです。もともとのデータセットの画像は、画像のサイズは載ってないかな。ただ256×確か256なんですよね。で、それを128×128 に縮小して、まあ、学習データとして使っていたんですけど、当然縮小すると縮小する過程で失われる情報があるわけです。なんで縮小したかというと、その方が早くトレーニングができるからです。大きいと大きくすれば大きくするほど、まあ、使用するメモリの量が増えちゃうので、まあ、学習に時間もかかってしまうし、リソースを必要としますと。で、なんでまず最初にモデルがちゃんと機能しているのかどうかを確認するためには、まあ、比較的小さなサイズで、短い期間でトレーニングをして、まずモデルがちゃんと動いているということを評価するというのが大事です。でもうまくいっていることが分かった後は、できる限り大きなデータを使って、まあ、ほんのちょっとでも高い精度を目指すというのが、まあ、正しいのかなというふうに思っています。いずれにせよ、今回、まあ、サイズを128から、まあ、256×256 に変更すると、まあ、ちょっと性能が上がるのかなと思っています。で、その際に、僕はそのままやると、実は僕の環境ではそのまま256に上げると、まあ、メモリー、まあ、GPU メモリーが、小さすぎて足りないよというエラーが、まあ、出てしまいました。で、その対策として、まず最初に、まあ、トーチクーダエンプティキャッシュというのを実行して、今のメモリーをクリアすると。で、その次に、バッチサイズを、まあ、デフォルトが32なんですけど、バッチサイズを8に、減らしました。で、そうすることによって、まあ、なんとか動くと、まあ、再度フリーズして全く同じプロセスフリーズして、まあ、1000種類に分類するところから17種類に分類するための違う部分だけを最初にトレーニングすると。で、まあ、これ僕途中止めちゃったんですけど、まあ、理由は一つのエポックが、まあ、3分34秒と、先ほどと比べると、フリーズした状態だと、48秒で、モデル全体をトレーニングしても1分6秒とか7秒だったのが、まあ、バッチサイズが小さくなったことによって、まあ、3分33秒もかかるようになってしまったので、今止めたんですけど、そうやってフリーズして、違う部分だけをトレーニングして、アンフリーズして
ラーニングレートを小さくスライスを使って、再トレーニングをすると、より、高い性能が出ることが分かっています。これを見ると、ざっくりですが、まあ、去年の段階で、まあ、938チームのうちの、50位ぐらいに入れたというふうに言っていますと。でこれもなかなかすごいことかなと思っています。ぜひお時間のある方はご自身の環境で試してみてくださいと。で最後、僕はここまではやってないんですけど、まあ、カグルというライブラリを使うと、まあ、テストデータを推論したテストデータの推論結果をカグルというライブラリを使って、まあ、サブミットすることもできます。でサブミットして、まあ、いい感じの結果が出ると、皆さんの結果がこのリーダーボードに、入ってくると。で、まあ、3年経ってもこのコンペティション終わっちゃってるんで、懸賞金はもらえませんが、アクティブな、コンペティションであれば、アクティブなコンペティションでなおかつ、まあ、トップが取れるような高い精度を出すことができれば、まあ、懸賞金もゲットできるかもしれません。まあ、ぜひ、そういったことも試してみてもらえるといいかなと思っています。で、今回まあ、Amazon の航空写真をもとに、いろいろこう、まあ、結構簡単に、まあ、タグ付けされたようなデータも割と高い精度で、まあ、推論できるようになるんですよという話をしていたんですが、やっぱ肝になっているのは、まあ、データなんですよね。データを準備しました。でそのデータをどう、読み込んで、どうディープラーニングのモデルに、今回、まあ、ファースト AI を使うのであれば、まあ、CNN ラーナー、まあ、ラーナーというものに、どういうふうに入れられるのか、入れられるようにするにはどうしたらいいのかというのが、まあ自分のデータで自分でやろうと思うと、なかなかこう、まあ、うまくいかないことが多いわけです。でその際の、まあ、実験に使えるウェブサイトが、まあ、実験にというかそのデータの扱い方だけを、学習、まあ、勉強できるチュートリアルが、datablock.ipynb というものです。ファースト AI のレポジトリの中の docs_src というものの中に入っていて、これファースト AI はなかなかすごいなと思ったんですけど、チュートリアルが全部実行可能になっています。でチュートリアルが実行可能ってどういうことかというと、まあ、データブロック API なんですけど、まあ、適当に実行していきますけど、読んで理解するだけではなくて実行できるようになってるんですよね。これ、まあ、ライブラリを読み込んだ後に MNIST と呼ばれるデータを、まあ、ダウンロードしてきて、まあ、簡単のため今3と7しかないんですけど、3っていうディレクトリに、まあ、3の画像が入っていて、7っていうディレクトリに7っていう画像が入ってるんですよね。で、フォルダから、まあ、データを取りますよと。パスは今このトレーニングなんでトレインの中に入ってますと。パス、トレイン、LS、このパスはなんだ。このパスはあれ、よいしょ、このパスはこのパスは、なんだというと、この MNIST Tiny に入っていて、で、これをこのディレクトリから実行すると、まあ、データセットが作れてとかっていうのを、例えばこれだったらイメージリストの中で from フォルダーでパスを指定して、
スプリットバイフォルダーでデフォルトで 0.20% が評価用、80% がトレーニング用と。で、ラベルはフロムフォルダーで、フロムフォルダーっていうのはこの3と7っていうフォルダー名から取っています。で、アッドテストフォルダーっていうのは、まあ、これはちょっと置いておきましょう。評価用、テスト用以外にラベルがついていないデータを、まあ、セットすることができるようになっていて、ラベルがついていない、まあデータって何のために使うのかというと、まあ、最終テスト、あるいはカグルのコンペティションとかでサブミットするためのデータみたいなものを、まあ、セットすることができますと。で、トランスフォームで、データアーグメンテーションをかけると。で、バッチ化しますよとかっていうのがここに書いてあって、それを一応、まあ、見られるようになっていると。で、これは M-NIST と呼ばれる、まあ、手書きの数字だけなんですけど、それ以外にも、衛星写真のやつも入っているし、さらに、オブジェクトディテクション、まあ、物体検出なんかのモデルの、やつも全く同じ流れで、フォルダからデータを取って、まあトレーニング用とバリデーション用で分けて、でラベルは、ファンクション名、この関数でラベル付けをします。で、まあ、データをトランスフォーム、まあ、アーグメンテーションを設定して、でバッチ化しますよとかっていうのが、いろいろなさまざまなデータセット、これテキストもそうですね、に対して、用意されています。なんでまあ、どういうふうにデータを指定して、どういうふうに、トレーニング学習を行う、まあ、クラスに、渡すのかということが分かると、少なくともファースト AI を使って、ディープラーニングのトレーニングをするということは、まあ結構できるようになるはずです。で、そのための、データの扱い方はこのデータブロックっていうチュートリアルを一通り、まあ、実行すると、まあ、結構分かってしまうものなので、ぜひ、試してみてもらえるといいかなと思っています。次回以降もしばらく、画像処理あるいはテキスト処理を、題材としたユースケースについて、まあ、見ていきたいと思っています。本日の講習は以上です。